これは樹木がその運命を分けることになった2つの古代都市の話です。紀元前3000年のウルクは現代のニューヨークより人口密度の高い都市でした。この混み合った都市は増えていく人口を支えるため灌漑システムを拡張し続けました。その2500年後のスリランカの都市アヌラーダプラも似た問題を抱えていました。都市が成長し続け、ウルク同様に複雑な灌漑システムに大きく依存していました。ウルクが成長するにつれ、農民たちは農地を広げるため木を切るようになりました。一方アヌラーダプラでは木は神聖なものでした。ブッダが悟りを開いたとされる菩提樹の枝から育った木があったのです。宗教的な畏敬の念から農民たちはむやみに木を切ることはなく、公園への植樹さえ行われていました。当初はウルクの拡張は順調でした。しかし水を浄化する木を失ったことでウルクの灌漑システムは汚れていきました。水が蒸発した後には沈殿した無機物が残り、農業に向かないほど土壌の塩分が高くなりました。アヌラーダプラでは逆に灌漑システムは周囲の森と協調するようにできていました。人口がウルクの倍以上になるまで成長し、今日でもアヌラーダプラでは2000年以上前に植えられた木が手入れされています。自然と都市空間とは無関係と考えがちですが、都市の成功には常に木が必須のものだったのです。木はスポンジのような働きをし、雨水を吸収して大気に放出します。網の目のような木の根は土砂崩れを防ぎ、土が水分を保持して有毒物をこし取れるようにします。木の根は洪水を防ぎ、雨水管や水処理場の必要性を減らします。多孔性の葉は炭素や汚染物質を捉えて空気を浄化し、気候変動との戦いに不可欠なものです。このような木の恩恵は昔から理解されていましたが、木は健全な都市の基盤に必要なだけでなく、住民の健康のためにも重要な役割を果たしています。1870年代のマンハッタンは公園以外にはほとんど樹木がありませんでした。夏に熱波が襲った際に木陰を作る木がないことで、建物は多いと9倍もの太陽熱を吸収することになりました。当時の低い衛生水準と相まって蒸し暑さで町はコレラなどの細菌の温床になりました。現代の香港は高層建築や地下構造物のため木が育ちにくく、危険なほどの大気汚染を招き、気管支炎や肺機能低下の原因になっています。木は心の健康にも影響します。緑の葉があることで集中力が続きやすくなり、ストレス水準も下がることが研究で示されています。壁しか眺められない入院患者は木を眺められる患者に比べ回復が遅いことも示されています。幸い多くの都市にはこのような緑がありますが、それは偶然ではありません。18世紀には都市計画者が都市における木の重要性を意識するようになりました。1733年にジェームズ・オグルソープ大佐がジョージア州サマンナの都市計画をしたとき、どの家からも歩いて2分以内に公園に行けるようにしました。第二次世界大戦後のコペンハーゲンでは公園に挟まれる形で5つの幹線道路沿いの開発が進められました。この配置によって町は汚染や自然災害に対して強くなりました。都市の木の恩恵を受けるのは人間だけではありません。ポートランドのフォレストパークは地域の生物多様性を保ち、その土地のさまざまな植物や112種の鳥、62種の哺乳類の住処となっています。シンガポールほど木に力を入れている都市もないでしょう。1967年以来、シンガポール政府は120万本以上の木を植え、その中にはスーパーツリーと呼ばれる50メートルの高さの垂直の庭園もあります。この構造物は集めた太陽エネルギーと雨水により、それ自身と周囲の温室を支えています。現在ではシンガポールの土地の 50% 以上が木や植物で覆われ、エアコンの必要性を減らし、また抵抗外の輸送手段の利用が推奨されています。2050年までには世界人口の 65% 以上が都市に住むと考えられています。都市計画者は環境に優しい都市の基礎を作れますが、都市部の森をさまざまな生き物の居場所にすることは住民の手にかかっています。
私たちは世界を救うためのツールと知識を持っていますが、次のステップは何でしょうか。ed.ted.com/earthschool にアクセスして、従うべきロードマップと変化をもたらすために実行できる具体的な行動を確認してください。